時21分を回っています。モアスマイリーのコーナー届けしましょう。今日は水曜日、福祉力アップがテーマということで、あーちゃんこと磯日彩香さんが担当ファミリーです。あーちゃん、はい、皆さんこんにちは。あーちゃんこと磯日彩香です。よろしくお願いします。はい、今週もお願いします。はい、ありがとうございます。今日もですね、私が福祉を担当させていただきます。よろしくお願いします。もう皆さんもご存知かと思いますが、東京オリンピックの開幕まで今日であとちょうど1年ということで、今現在も国際フォーラムでセレモニーが行われている最中ですよね。そんなオリンピックがもういよいよだなっていうことなんですけど、まあ、皆さん結構注目されるのはオリンピックかなと思われますが、忘れてはいけないのがパラリンピックだなと私は思います。実際にですね、私もちょっとパラリンピックについてはそこまで詳しくはなかったので、ちょっと調べてきましたので、皆さんもね、知ってることもあるかと思いますが、私なりに今日はパラリンピックについてお伝えさせていただけたらなと思います。パラリンピックはですね、世界最高峰の障害者スポーツ大会ですよね。そしてトップアスリートが高いパフォーマンスを競う世界的なイベントになっています。オリンピックと同じで夏冬それぞれ4年に1度あって、オリンピックの終了後に同じ場所で開催されていますね。もう本当に今はオリンピック、あとサッカーワールドカップに次ぐ世界で3番目に大きなスポーツイベントになっているそうです。中でもロンドンオリンピックですね、ロンドンパラリンピックは164カ国なんと4300人以上の選手が参加したということで、観戦チケットは販売枚数なんと278万枚と、もう観客席が満員になったそうで、史上最多の観客動員数を記録したそうです。そして前回のリオパラリンピックでは22競技528種目のうち世界新記録が220、パラリンピックの新記録はなんと432にも上ったそうで、もう競技レベルももう年々高まっているそうなんですね。なのでパラリンピックは熱いということになっています。じゃあパラリンピックの歴史って何なんだろうと思って、私ちょっと歴史を調べてみたんですけど、パラリンピックの起源っていうのは1948年だそうです。お医者さんのルートヴィッフィ・グッドマン博士の提唱によって、ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院内で開かれた、なんとアーチェリーの競技会が発祥だと言われているんですね。第二次世界大戦で主にこう脊髄を損傷した兵士たちのリハビリの一環として行われてたそうで、1952年にこれが国際大会になったそうです。その後1988年のソウル大会からはオリンピックの後に同じ場所で開催されるようになり、皆さんの耳にもオリンピック、そしてもう一つのオリンピックはパラリンピックというね、知名度もぐっと上がったそうですよ。で、なぜパラリンピックっていうかと言いますと、パラリンピックのパラっていうのは、そうですね、漢字で言うと沿線の円って書いて撫でるようなイメージですよね。そう、層とか平行っていう意味があるそうで、でプラスそのオリンピック合わせてパラリンピックという公式名称になったそうです。はい、でこのパラリンピックなんですけど、いろいろとね、競技も増えたということで、アーチェリーがあったり、馬術があったり、カヌーがあったり、はい、あとはバレーボールとかもネットが低くねなってるものですよね。足がねあんまり動かない方とかでもネットが低ければできますもんね。あとは車椅子バスケットボール、あとフェンシングがあったり、本当に私たちが普通のオリンピックで見るのと同じような競技を皆さん真剣に、やられているということで、本当にね感動しました。はい、で本当に私もね、生で見たことはもちろん、ないんですけど、今回東京オリンピック、東京パラリンピック、東京であるということで、これを機会に私も見に来て、応援しに行きたいなと思いました。
パラリンピックのには価値があって、4つ価値があるそうなんですね。1つ目は勇気。マイナスの感情に向き合って乗り越えようとする精神力だそうです。2つ目は強い、志だそうです。困難があっても諦めず、限界を突破しようとする力。3つ目はインスピレーションだそうです。人の心を揺さぶり、駆り立てる力。そして最後4つ目は公平だそうです。多様性を認めて創意工夫をすれば誰もが同じスタートラインに立てることを気づかせる力。これがパラリンピックの4つの価値だよというふうに掲げられているそうです。本当にね、様々な障害のあるアスリートの方たちがいろんな工夫を凝らしてこう限界に臨むのがパラリンピックで、こう多様性を認めて誰もがこの個性で誰もの能力を発揮してできることがこのパラリンピックなので、本当に素晴らしいなと思いました。ね、こう映像で見る限り、あ、人間のこう本当の凄さを教えてくれるなって、確実に生きていく勇気をみんなに与えているなっていうのを、私もすごく感じてございます。なので1年後にパラリンピックも行われるということで、今から楽しみなんですけど、たくさんの人にね、勇気と元気を与えてくれるパラリンピックの方にも皆さんぜひ注目していただけたら嬉しいです。本日はパラリンピックについてお話をさせていただきました。ナオミさんにお返しします。はい、アチュありがとうございました。ありがとうございました。来年のね、今日がオリンピックの開会式ですもんね。はい、そうなんですね。ね、で、オリンピック、パラリンピック、どちらも応援していきましょう。はい、はい、あーちゃん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。